日本の海軍記念日、式典頭上に旗めく旗は、朝日新聞の社記、輝く、海軍記念日1942年のポスター、海軍記念日は、世界各国で独自に祝われる海軍のための記念日で、ある。陸軍記念日とタイになっていることもある。日本では、第二次世界大戦以前に5月27日を、海軍記念日としていた。 1905年5月27日に行われた日本海海戦を記念して制定された。1945年を最後に日本の太平洋戦争敗戦により廃止された。日露戦争は日本が欧州の大国ロシアに勝利を収めた。その中でもヨーロッパバルト海から開港された強力なバルチック艦隊を迎え撃ち、これを撃滅した日本海海戦は 陸上での法典海戦の勝利と並んで、日本国民が記念すべき日とされ、海軍記念日として祝われた。現在の海上自衛隊も、この日の前後に、基地祭などの祝祭イベントを設けている。主なものに、例年こと平宮で行われる総会巡職者、異例祭がある。また、1952年4月26日に、海上自衛隊の前身である。 海上警備隊が創設されたことを記念し、海上自衛隊の歴史と伝統を考える日として、2013年に4月26日が海上自衛隊の日に制定された。アメリカ合衆国では、海軍に理解のある大統領であったセオドアルーズベルトの誕生日を記念して、1922年に10月27日に制定された。1949年に、 国防総省の指示により、合衆国海軍は海軍記念日を取りやめ、5月の第3土曜日の軍隊記念日を祝うようになった。民間団体などは、その後も引き続き海軍記念日の祝賀行事を行っている。インドでは12月4日、1971年の第3次インパ戦争において、カラチコを爆撃に成功したことにちなむ、王立オーストラリア海軍では、 3月中に行われる。チリではディア・デラス・グロリアス・ノバーレスとして5月21日に祝われる。太平洋戦争における意気家の海戦での勝利を記念して制定された。ロシアでは7月の最終日曜日に祝われる。ありがとうございます。